あの自由の翼の紋章、調査兵団だ。よせ、周りをよく見ろ。リヴァイ、私と取引しないか。取引？お前たちの罪は問わない。代わりに力を貸せ。調査兵団に入団するのだ。被害調査は続ける。リヴァイ、お前も来るんだ。今見えない何かを見ている。いいだろう、ついていってやる、エルヴィン・スミス。調査兵団実行部隊のトップ、エルヴィン団長とリヴァイ兵長。待て、リヴァイ。ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ？命令だ。従え。了解だ、エルヴィン。お前の判断を信じよう。ガキの喧嘩か？リヴァイ兵長。手形捕獲班に合流する。リヴァイ。チッ、バカ。売れねえな、巨人ども。行けるか？行くしかない、エルヴィン。何を笑ってやがる。ことができるのかが謎だ、エルヴィン。ジンはロッドレイスだ。お前の意見を聞かねえとな、団長。おでかいのをそこまで済ませるってことか？正確にはオルブドクだとか。そうだったこと。一番はこの作戦に全てをかけることに。おい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 、待て待て。これ以上俺に建前を使うなら、お前の両足の骨を折る。ちゃんと後でつながりやすいようにしてお留守番しねえとな。しばらくは便所に行くのも苦労するぜ。それは困るな。私が立ち会わなければならない。そんなに大事か、てめえの足より。ああ。人類の勝利より。ああ。エルヴィン、お前の判断を信じよう。そして隙を見て奴を討ち取れ。獣の巨人はお前にしか託せない。もうすぐ更地になり、我々が身を隠す場所は目を越えて投石を逃れても、奴を引きつけて。無理だ、近づくことすらできない。だろうな。だがお前とエレンが生きて帰ればまだの反撃の手立てが何もなければな。あるのか？なぜそれをすぐに言わない？なぜクソみたいな面して黙ってる？この作戦がうまくいけば、お前は獣を仕留めることができるかもしれない。ここにいる新兵と私の命を捧げ、先に死ぬ。地下室に何があるのか知ることもなくな。は？仲間たちは俺らを見、今ここまでたどり着くことができた。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。新兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。兵士長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。何？獣の巨人の力を奪う。誰か一人だけ生き返らせることが。リヴァイ兵士長を呼び求めよ。注射器はこの一本限り。その使用権はリヴァイ兵士長に託してある。
まだ息がある。まだ。それを望んだのは俺たちだ。その上、一度は地獄から帰り、再び地獄に呼び戻そうとした。だがもう、休ませてやる。もう、死んだよ。そうか。いや、俺の私情でエルヴィンの死に場所をここに決めちまったんだ。長かったエルヴィン、あの日の誓いをようやく果たせそうだ。お前たち